白鳥町。この先、愛知県道31号と三河環状線が建設されたため、直進は不可、迂回の必要あり、豊橋川、豊川の右岸。この県道は、全線が東海道である。愛知県道496号白鳥豊橋線は、愛知県豊川市白鳥から、愛知県豊橋市大橋通り3丁目に至る、一般県道である。 ほぼ全線にわたって、旧東海道が県道となったものである。沿線には民家が立ち並んでいるが、豊川市内においては工場が多い。飯田線の踏切を横断して、小坂井バイパス交点の先で豊川放水路に架か,かる橋を渡る。豊橋市内に入ると、魚市場などがある活気のある通りを走行する。町屋が立ち並んで少し昔の雰囲気が味わえる。 川沿いを走行し、豊橋北交差点を右に曲がり、豊川にかかる豊橋を渡る。そのまま、豊橋駅、市内線駅前停留場方面へ南進し、駅に至る前の国道23号との交差点が終点である。起点から、すぐの豊川市白鳥町内で、愛知県道31号と三河環状線と、 交差するが、県道三十一号の中央部が直近で、国道一号をまたぐ、高架橋により隔絶されているため直進できない。そのため、豊川からこの道で、豊橋方面に向かうためには迂回する必要がある。すぐ近くにある市道が、案内標識のある迂回路になっており、その市道は、県道三十一号の名鉄湖線強化を通り抜けるため、県道31号の高架橋には、 邪魔されない。ありがとうございます。